はい、どうも、妖怪チプニプに来ましたね。今回もやっていきます。4日目。はい、今回はね、お知らせに来てます通り、東海オンエアさんの文系さんと東間皇帝さん、東間さんの出現率アップということでガシャ回していきましょう。特に今回のね、トーマさんがね、超バフということで、豪傑の超バフということでね、今後もね、かなり使うということと、まあちょっと今回を逃すとね、多分ゲット1年後ぐらいとかになりそうなので、スキルはねデカプニを消すとそのデカプニが降ってくるっていうのも結構いいやつだよね。ということで今回ガシャ回していきたいと思います。3日間だね。うん、Z が 1.6 で SSS が 2%、 SSS が 2% ってかなり、いい確率なんじゃないでしょうか。なんか今までこんなこと 2% とかってどうなんだろうな、なんかあんまりなかった記憶がありますね。はい、じゃあやっていきましょう。で、一応今の現状は YouTuber レベルが50になりましたね。で、まだ700万か。まだ1000万チャレンジやってないんだよな。スタミナムが今回ね、落ちたんだよね。ドロップしました。後でちょっと紹介するけど、スタミナムが普通に落ちましたんで、ちょっと慌てずやれば本当にいい感じになってきましたね。で、火力はちょっと1回失敗したんですが、ミニパズルでね、バズりなしでフルパワーで、これ400万なんだけどね、フルパワーで一応500万まで、失敗なければ500万までの火力になりましたね。これでバズっててリクエストだったらもっとね、いくと思うので、4000万、まあ、目処がもう立ったかなっていう感じはしますんでね。まあ、そこは、税金3チャレンジ、まあ、明日、明後日かな。まあ、このガシャでね、さらにチャンスになるといいんですけど、やりたいかなと思ってます。まあ、ちょっと特攻が3体もね、いるんで、まあ技レベルまだ全然上げてないんだけど、技レベル3、4とかね、モフコも、モフコじゃなくて丸尾か、丸尾も技レベル上げてないんで、まあこれでもあれなのかなっていう、はい、まあちょっといけそうだなっていう感じなんで、もうそろそろ考えたいなと思います。しかもウォッチもあれだね、アニマスつけてるね、こっちの方がいいな。はい、じゃあすいません、3アカウント今回ね、ガシャ回していきたいと思います。メインやかはどうしようかな、20連ぐらいやろうかな。次のイベントでね、ワイポイント配布、今のワイポイント配布がなんだっけ、キャンペーン、このリツイート報酬がね、17日3時を配布ってなってるから、多分ワイポイント配布は今回前半戦はないのかなと思ってて、まあ後半戦もらえるからいいのかなって感じがするけどね。あと5000ポイントね、本当に皆さんありがとうございます。まだね、新規でやってみたいって方はね、リンクから入ってみてください。まあヒカキンさんパワーでね、ユーザー増えるといいなって感じがしますけどね。さあやっていきましょう。じゃあ20連ぐらいやろうかな、このアカウントは。トーマさんのがかなり今回のイベントでは一番今後重要ですね。あと今回近日いいんだよな、いつも赤ウィスパーなんだけど、今回いい感じです。ただあれだよな、ヒカキンさんとかグッチさんとか東海オンエアさんとかって動画1個しか出してないんだよね。セイキンさんに行ったっては動画出してないんだよ。あーちくしょう、なんかな、クリアぐらい5個ぐらい出してほしいよね。せっかく自分がキャラクターになれたんだから、ちょっとなんかそこはね、なんか自分がキャラクターになって嬉しいって言ってる割には、なんかやべえ、毒を吐くと出しちゃダメだな。なんかね、そこはね思うのさ、せっかく ZZ なのにね。ね、初心者でもクリアで、うわーこれが出ちゃったか、それはそうだ、超アップだもんな。なるほど、もったいないな、技レベルマックスにしてりゃな。
一応20連で出たんだけど欲しいのはトーマさんの方なんだ。今回 Y ポイントた、割とたまるからやっちゃうか。行くか、もう10連いっちゃいましょう。サーカで50連かな。ちょっとトーマさんはね、あーまた赤だ。なんだよ、金率高えって言ったけど、なんかあれだな、あれだな、バチが当たったのか。何のバチだってんだ。残念、これトーマさん絶対欲しいんだよな。 2% のうちゲットしといた方がいい、絶対いいよな。やべ、ダメだった。ラストチャンスにかけるしかないな。はい、まあどうせスコアタとかダメだからいいのかな。でもやっぱ攻略で今後必要になってくるよな。 SSS の超バフっていいよな。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、2番目のアカウントはね、ミニプニパズルでフルパワーで全成功してね、再生数300万は超えてますね。48レベルのって感じ。800万まで来てるのか。あとちょっとですね。まあこれも時間の問題っていうかね。という感じで、トーマさんコインたちも応援してできるので、まあまた今度ね、このかなりいいコインだよね、回したいと思ってます。じゃあこのアカウントは10連いきましょう。ね、こういうサブアカは別にね、超バフがあってもね、あんまり意味がないんだよな。サブアカはさ、クリアできないからな。ただ今回の、聖金さんいれば今回のなんだっけ、東海応援さんの理系は倒せんのかな、聖金さんいれば。はい、まあちょっと今回ね、この、文系さんを、あ、このアカウント持ってるか。いやー、でもトーマさんゲットしたかったな。メイヤカでね。2% だよ、2%。50連すれば当たるんだべ。数字上はね。まあでも、30連で Z は出たから、確率アップしてるよね。さあ行きましょう。止まれって、なんかカンフーマッハやたら出るな。はい、じゃあ2番目はこんな感じでした。まあでも聖金さんは全赤いけるかな。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、3番目はね、45までいってますね。で、あれもゲットしてますね。応援がちょっと足りないかな。特攻がヒカキンさんしかいないんだけど、一応これでね、そう、落ちたのよ、スタミナも。なので、いいですね。落ちますよ。なんか感覚的にはどうなんだろう。横取りの一番難しいやつの、あの階級の、そのお宝のドロップ率より、ドロップ率ぐらいなのかな。まあでも回数がね、最短でやって40分に1回だから、まあ数はそんなにこなしてないんだけど、どうだろうな、40分ってどうなの。まあ1時間1回としたら1日24時間できるとして、20回まあそんなにやんないけど、どんなぐらいなんだろうな。今5日目、4日目か、4日目でほぼ3日として3日間で100回ぐらいはやったのかな。だから 1% ぐらいなのかな。ということで、スタミナも落ちるみたいなんでね、だから焦らず、じっくりしっかりやればいいんじゃないかなと思います。ちょっとまだこの理系くんたちのね、Y ポイントアップがどんぐらいかは分かってないんだが、まあそんなに気にしなくてもね、なんか気が向いたらフルパワードカーンとやってね、フレンドさん助けたり自分でやったりって感じで進めていくのかなとは思うんだけどね。はい、そしたらラストいきましょう。このアカウントも10連で、トータル50連で参りましょう。惜しいね、出てほしいな、ほんと。トーマさんがやっぱね、今後ね、ほんとメインアカウント出てほしいな。絶対ね、攻略とかで使うんだよ。
超バフだからね、バフスルーに使ったりとかね。赤3回だったな。50連中3回赤カットインでした。ちょっとウーキン、なんかダメっぽいね。じゃあこんな感じかな。ガシャはダメでした。はい、ということでね、一応これで4日目でガシャ3回ずつやったかなね。イベントが3イベントあったんで、まあ一応揃ったアカウントもあれば揃ってないアカウントもあるけど、まあ、次は聖剣さんもやっちゃっていいかな。まあちょっと多分ね、スマホ2台使ってサブアカたちはね、あの別のスマホでフルパワーで応援して、まあ、普通にね、こうやってドロップしなくてもスタミナは10個ゲットできるので、今火力がね、500万ぐらいあるので、まあいけんのかな。これ7個1個1個でしょ、だから9個ゲットできるから、まあ最初はドリンクなしでやって10発でね、聖金さん4000万いくと思うので、あとは20分で10発も打てないと思うので、まあだからそこはうまくね、ちゃちゃっと早く終わらしてやるって感じかな。1回で何分かかるかね、20分で何発フルパワーができるかっていうのがポイントになりそうだなと思います。あとたまたまねフレンドさんが助けてくれたら嬉しいなって感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにします。理系さん最初に攻略した方がいいのかな、ちょっとね考えながらやりたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、そう今回でそうだ、特攻積み上げれなかったなまあ次の特攻が、次のガシャがね追加あるかな。次のガシャが6日までだから7日にあるんでね、7日で攻略でもいいのかな。なんかそれでもいいのかなと思います。コインとかでお茶を濁して、土日の方がねみんなお助けしてくれるだろうから、土日の方がいいのかな。まあちょっと考えながらやりたいと思います。技レベルもねまだ上げてないんでね。はい、じゃあ今回ガシャでした。スタミナもね、落ちるみたいなんで、どうなんだろうね、お助けじゃなくてもいいんだろうな。まあたまに落ちるんで、それをちょっと待ったりしましょう。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。何パーだろうね、スタミナもね。